本当はね、数式が。そうですね、数式大変ですよね。日本語のテロップと数式のテロップ別に作るんで、はい、こっちでやって、で自分でスイッチをしてこうやってね移動してるから数学も難すぎるかな。いや、早くね理系も増えるといいです ね、まあ、ね、社会科チャンネルをね早く作りたい。どうだよ、始まりました、モチチャンネルです。今回はですね、初の立ち話ですけどもどっかのカフェみたいな感じでコーヒーはないのかみたいな長嶋先生のお話でお願いします。あ、今日この着物ってことは数一 A、 そう、数一 A ですね、を撮影するわけですね。着物見てすぐ分かりましたどうですか、初めてのこの YouTuber、 週7動画を出すっていうことの大変さ。まあ大変ですねもうそれ以外何も言えないやっぱ予想してたよりも大変でしたか。予想を絶する、想像絶する、想像絶する、はるかに超える。桁がね違いますね、はい、そうなんですよ、 YouTube って大変なんですよ皆さん、毎日動画上げるって、うん、そう、まあ動画自体はね20分とかね、はい、まあ、長くても30分でね、はい、それは普段対面授業やってるよりははるかに短いんですよね、うん、あ、そうですね、そうじゃない部分が、ね、そうね、やっぱりね、そう、動画を作り上げるっていうのは非常に大変な作業になりますので、うん、一冊テキスト作るような感じですね。ああ、なるほど、莫大に、そうですね、200何個あるからテキスト200何冊なるほど、もうそういう感じになってると地獄ですよね。そうですね、やっぱね、テロップとか、そしてまあ数学とか英語とか、やっぱその専門的な部分がね、そうです、大変になりますからね。だから僕はそうなんですよ、授業で多分まあ視聴者さんとかあんま気づいてないんですけど、テロップにあまり負担がかからないように頑張ってるんですよ。あ、私もテロップそういう風にしようかなと思ったんですけど、はい、そうすると結構ね、つつかれて、ね、あ、なるほど。そしたらそのつつくのを予防するようなテロップを今度入れなくてはいけない。なるほどね、はいはいはい、そういうのもありますね、バリアを張るみたいな。あ、はい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 、わかりますね。また量増えて、うん、多分ね、今編集マンたちビビってると思います、うん、あれでテロップ減らそうとしてる、あれでって多分ね思ってるかもしれないですけど、そうなんですよ、私なりに努力してるんです。あれ、あ、まあね、そう、裏方がね、裏の作業は、ね、本当の授業だったら書かないこといっぱいあるんで、うん、もうその英語そのまま喋って終わりだけれども、当然編集マンの人聞き取れないですから、あ、何言ってるか分かんないんで、うますぎるんですよね、発音がもっとゆっくり喋んない、つながるとね、やっぱ分かんないですもんね、英語。そうなんですね、分かんなくなっちゃうので、普通にフランス語だ、ね、フランス語リエゾン、はい、音と音の連結 ね、っていうのがあって、うん、やっぱそうなると、ね、もうパニック、謎の英文がやってきますみたいな。そう、数学はね、数式が代わりにね。ああ、そうですね、数式大変ですよね、やっぱ数学が分からない人がやると無理じゃないですか、普通に。で、日本語のテロップと数式のテロップ別に作るんで、はい、あ、そうか、それを組み合わせて入れて、はいはい、縁を全部一緒にしていくんで、へえ、だからそこでなんかずれたりとかして、あ、はいはいはい、うん、そこにもずれが出たりするわけですね。はい、大変な作業になるわけですね、ま、いや、すごいですよ、だってね、うん、スイッチャーもね、こっちでやって、で自分でスイッチをしてこうやってね移動してるから、そう、移動してめちゃくちゃすごいと思って、一人でねこうやってるわけですけど、うん、あ、そう、英語今日共通テストの対策取りました。共通テスト、あ、もう取ったんですか。はい、思考テストのやつで取ったんですけど、数学も数学もそう、撮影してるところでお願いするっていうね。どうなんですか、ね、大門ごとだったらどう分けても大変なんですか、どうか分かんないですけど、いや、ちょっと今の状況がちょっと落ち着けばね、はい、いいんですけど、落ち着かなくても、うん、どっかで途中、いや、今ね10分の9まで来ましたね。あ、そうなんですね、はい、単位はちょっと言わないですけど、はい、10分の9までなんとか来たので、はい、昨日から10分の12、はい、足踏み入れてますので、その辺の10が終われば少しは。ああ、なるほど、スイッチ A は48終わったら楽、はい、でも48まだまだあるか、48も68もあるんですよ 2B は、個数増えますから20個も、数3は88もある、そう、数3がめちゃ多いと思いましたけど、そこでね、まあ、共通テスト思考問題でやってるんですよ
まあ、英語だけよりかはね、そうそう、他もあった方がいいんで、うん、やっぱだって英語の次に需要が高いのは数学ですから、当然、うん、まあ、その48の中で言おうかなとか言って、48の中雑談みたいに雑談でいや問題扱ってください、大問題ある思考テストどれぐらい、大問ほとんど変わらないです、ね、あ、変わんないですね、60分か70分とか変わりますけど、はいはいはい、でもそのなんか会話形式とか太郎と花子のあ、へー、うん、そんな風に変わるやつもあるんで、太郎と現役ってみたいな止まった太郎生とかね、ああそういうことね、太郎と一郎の会話みたいな、一郎二郎じゃなくて二郎だったら、ね、太郎と二郎とめっちゃ確信犯ですよそういうのも出てくるわけなんですね、その辺をどうするかっていうのはまだあんまり、まあ確かに変わる可能性もで 難しすぎるとかね、まあまあ、どうなるか分からない、だからあんまり共通テストで共通テスト対策でブワッと動いた予備校は、うん、はいはい、ちょっとそんなに早く動かなくてよかったって形になって、そうですね、失敗しましたね、国語もそうですね、記述でバーンとやって、ね、なっちゃいましたね、うん、結局なんかある程度もっと戻ってくるんじゃないかっていうね、はい、いうことで、まあ、僕らは YouTube ですから、いくらでも動画消せます全然違ってても撮っては消して、そうそう、撮っては消して、いくらでも変えられますから、あ、なるほど、うん、まあそれはいいことですねいいことでもしんどい、あとねコメントで結構来てたのが、文系の方は3人で、うん、そうそう、理系の方は長嶋先生1人でかわいそうとかってね、かわいそういや、うん、早くね理系も増えるといいですね、まあ、ね、何人か増えてね、理系グループ、そう、理系の方が多くなったりしてね、多くなりますよね、どう考えても、あ、そう、文系チャンネルって社会と分けるつもりなんで、だから僕らだから英語で国語3教科だから結局4教科しかないんで、原文古文漢文で、はい、うん、最大でもこの 4人 で同じ教科が増えていくしかありえないんで、それに対して社会っていうのは、うん、で日本史、世界史、地理、政治経済、倫理、現代社会、公共とかっていう教科できるんですよね、公共って教科できるんですよね、うん、7人になるんですよ、だから、うわお、あ、でも公民ってなんか複数教えられる先生多いですよね、まずはこれね、カメラ取り合いになります、そう、こうやって喋ってる間に吉野先生が入っておー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 、今日も頑張っていこうぜとか、ね、どうなんだろう、そんなにじゃスタジオ、ね、増築しないといけないこの辺いないかなとかいない、そう先生いたみたいな、ね、スケジュールどうなんだろうって話、ね、で1日に複数の先生取んなきゃいけなくなると思いますけど、本当ですよね、だから社会理科チャンネルを、ね、早く作りたいっていうのと、うん、理系の先生を増やしたい、ね、やっぱ物理科学は、ね、欲しいですよね、うん、やっぱ生物も重要ですか、ね、そうですね、あと何時に出すかも大変ですね、まあね、お昼出せない、出す、そうそうそう、お昼、まあ、だ土日、ね、あとは、まあ、総先生みたいに土日だけみたいなのとか、忙しい先生とかはね、あるかもしれないですけど、ね、超真夜中とかね、誰が見るんですかそんな深夜番組でも森田先生 の6時って、はい、そのステイホームの時に、はい、みんな夜鍋して見てましたよ、ね、ああそうですね、なんか俺今から寝ますっていう歯と多かったです、ね、おはようございますが多かったですその人ミックスしてるのが多かったです、なんじゃこれ、あと30分単位で夜は分けてこうかなみたいな話してました、5時5時半6時6時半7時7時半ね、これずっと見てたらすごいことになりますね、例えば、まあね、で10時とかまで行くんですかね、そしたら相当なものなんですけど、まあね、それに対してももうとにかく登録者数を増やしてもらわないといけませんので、まあそうですよね、応援が必要になりますので増やしてもらえれば、あれですかね、やっぱりぼちぼちこう増えていく、まあぼちぼち増やして、だからめちゃくちゃ交渉しに行ったりとかしてます、うん、僕は、あ、そんな一気にバズるとかないでしょう、教育系なんかね、おちゃらけたことやればね、そうそうそうね、なんか私が英語コテンパンにやられるとかねやりたいですか英語の問題長嶋先生が解いてみた、 X と Y なら分かりますけどね逆に僕は数学、ね、習うね、その字の文全部英語にねして、あ、ね、とにかく増えないとやっぱ登録者数とか増えていかないと、ね、ね、そう増やせないんでね、すごいもったいないんですわ、うん、僕もやっぱ結構いろんなその先生にオファーしに行ってて、うん、学校の先生、あ、学校の先生埋もれてる人いるんじゃないですか、すごい人とか ね、学校の先生とか塾予備校の先生とかが、ね、はい、多く見てくださってる感じなんですよね、そうだと思いますよ、はい、その先生が一言ポロッとね、授業の参考にしてますとかって書いてたり人とかもいるんで、その人授業をしてて、はい、でその人たどり進めちゃったらね、ついこれ森って同じとみたいな同じじゃないですかみたいに、ね、なっちゃうといけないから言わないかもしれないですけど、あ、まあでもそれはいいんじゃないですか、みんなでね、学校は結構やってくれるって言ってます、知り合いの人も朝自習で見せてますとかって言ってました、なるほどね、同僚の先生とか
ーは通勤中見てますよとか言って、ね、朝見て通勤してそれで来て、朝自習はちょっと20分の動画とか流せない。まあでも部活の朝練みたいなね、ああなるほど、朝練的に。あとはまあ授業で使ってくれるよ、まあそれでね、学校の授業で ね、まあ、授業でね、流してくれれば、自習とかしなきゃいけない時にね、あできるじゃないですか。これから通学の授業で長島の授業を流しますって。それ今ねダジャレにひらめいただけでしょ。だから使いやすいんじゃないの。授業ひらめいたんじゃなくて使いやすいんじゃないのって思ったんですけど、使ってください。ぜひ学校とかでね、採用してくれてるとこもあるみたい。自粛期間中とか流してくれたとこもあるんで。今はね夏季の課題っていうね。あそうね、夏休み、そう、そこはポッと入れるのはやっぱりそんなに先生方の負担もかからないんで。そうですね、はい、基礎英文法講座ももう終わりますし、ね、うん、でちょうどやったところの復習になるんであれば、うん、学校の先生方の授業の復習になるので、はいはい、いいですね、あとは学校の先生、うん、ぜひ見てから教えてください。教えてたのに僕はそのタダメの授業で違うとか、違うこと、違うこと、違うとか、こういうふうに教えられるけどネイティブにボロカスに言われたとかって、ね、ハドベターは使うって言った後使わないって言われた。それがあるんで勝ち合うと、ね、だからその言ってました、その朝自習で使ってくれる先生もちゃんと見とかなきゃって言ってました、ね、やべえそれで教えちゃってますよとかって言われてました。まあ数学はあんまりないかもしれないですね、誰が教えても大体同じかもしれない。そうですね、ぜひですね数学も使っていただいて、まあ、古典もね、原文も、はい、うん、どの教科もね。ただ吉野先生の雑談を使うときは気をつけてくださいね。危ない話入ってたりしますので朝自習でね女子生徒がわーみたいなね、そんなんありますわーみたいなありますよ。今日多分これから吉野先生が僕をいじった雑談の動画を出して、なんかね使われるだろうなこの話って思ったんですけど、ああやっぱり話すんだなと思って。昨日の動画で明日は森田が串カツ屋でとかって言った話をとか言ってて、あああの話来たと思って、あなるほど、そういうねあやつがあるの、タレを何回もそれじゃない。やったことをきっとですね、関西人はそれしかない二度漬けなんとなく来るだろうなとずっと思ってたんですよ。やっぱりやってきたなと思って。雑談リストがねすごいですから。こうやってただ上の今回裏側ですね、長島先生頑張ってますから、休みなしやってますから。休みなし、どうします、真っ白になってたらもうこれ終わる頃にはね髪の毛が、髪の毛も真っ白になってた、ね、いやそう言ってたんですよ、真っ白になったらどうするっていうから、もう先に染めてしまうから。全員白に、全員真っ白に。なるほどね、頑張ってますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします、高評価もお願いします、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching、はい。